ABX エアとはアメリカ合衆国オハイオ州のウィルミントン付近のウィルミントンエアパークに本社を置く貨物航空会社である定期貨物チャータービング及びウェットリースのサービスを提供しているまたフライトサポートとトレーニングも提供しているエアトランスポートサービスグループが保有する会社である前身は W エアボーにエクスプレスである ABX エアの 主な顧客は DHL アビエーションで貨物のほとんども同社が占める。ABX の多くの機体は DHL の黄色と赤色の塗装が施されている。また、同社はマイアミとジャマイカのモンテゴベイ及びキングストンとの間でエアジャマイカの貨物便も運行している。エアジャマイカのコールサイン、ジャマイカで運行される。ABX エアは1980年4月に エアボーンフレートコーポレーションがミッドウェストエアチャーターを買収した時に設立され、同年後半に運行を開始した。エアボーンエクスプレスは名称の通りシアトルのエアボーンフレートコーポレーションの完全子会社であった。エアボーンエクスプレスは貨物輸送事業以外にも機体メンテナンスサービスを行っていた。1995年3月には5500人の 従業員を抱えていた。1996年1月には12機のボーイング767を貨物機に改造した。その後 DHL とエアボーンの合併の一環として2003年8月16日に上場企業となった。DHL はエアボーンの地上業務を引き継ぎ航空事業は ABX エアとして分社化した。ABX エアの普通株式は ナスダックのティッカーシンボルはブクサとして流通した。2007年初頭には、全日本空輸とのウェット、リース契約を締結し、アジアでの運行を開始した。この運行にはボーイング767から200、SF2 機が用いられた。2007年3月には、従業員数が7600人に拡大した。2007年11月2日、 CEO のジョーヘテと ABX エアの取締役会は、同社がエアトランスポートインターナショナルとキャピタルカーゴ、インターナショナルエアラインズの親会社であるカーゴホールディングスインターナショナルを3億5000万ドルで取得することに合意したと発表した。取引は2007年12月31日に完了し、ABX エアは、厚具と名付けられた持ち株会社の子会社として再編された。 2008年11月10日、ABX Air 最大の顧客である DHL は、米国国内市場から撤退する計画を発表した。DHL は、ユナイテッドパーセルサービスと契約し、アメリカ事業を継続する計画だったが、2010年3月30日に、ABX Air の親会社である厚具は、DHL と新たに長期契約を締結し、ABX Air は、 DHL の国際ネットワークの一部を担っている。ABX エアのボーイング767から 200ABX エアの保有する機材は2016年8月現在次の通り。ABX エアは以下の機体を保有していた。火災で損傷した ABX エアのジェット機1996年12月22日、エアボーンエクスプレス827便が、 ピードモントトライアド国際空港で改造を受け試験飛行中、失速テストを行ったところ、失速状態から回復することができず、バージニア州ナローズの山岳地帯に墜落し、6人全員が死亡した。2008年6月28日、サンフランシスコ国際空港に中期中のボーイング767から火災が発生し深刻な損傷を受けた。 アメリカ国間医安全委員会の調査によれば火災の原因は設計上の問題であり電気配線と酸素系の導電成分との間に短絡が起きたことが明らかになった。ありがとうございます。